世界樹の迷宮へようこそ。君はこれから未知の大迷宮を踏破すべく冒険の旅に出る。自分だけのパーティーを作り、自らの手で地図を描きながら迷宮探索を進めていくことになるだろう。そこで初めての冒険者が迷わないよう、心得をいくつか書き残しておこう。迷宮に入るにはギルドを作成し、冒険者を登録してパーティーを組む必要がある。まずは好きな職業、外見を選び、君だけの冒険者を登録したまえ。外見は職業にとらわれず変更することができる。最後に名前を入力したら完了だ。パーティーは最大5人まで編成可能。登録した冒険者をそれぞれ前列、後列に配置しよう。近接武器が得意であったり、体力、防御力が高い冒険者は前列向き。遠隔武器、属性攻撃、回復が得意な冒険者は後列向きであることを意識するといいだろう。冒険者はスキルポイントを使い、スキルを習得することができる。スキルは職業ごとに戦闘に役立つものから迷宮探索に役立つものまで様々だ。スキルポイントはレベルが上がるたびに得られる。ただし、レベルが最大でも全てのスキルをマスターできるわけではない。自分の戦術に合うスキルを優先すべきだろう。能力、編成、スキル、それぞれの役割を考えながら、君だけのパーティーで冒険に挑んでほしい。冒険に出る前に町で支度を整えたまえ。冒険者は職業ごとに装備が異なる。スキルによっては対応する武具を装備していないと使用できないものもあるので要確認だ。迷宮で入手した素材を商店に売却すると、新しい武具やアイテムが購入できるようになる。素材を積極的に売却し、品揃えを充実させることがパーティーの強化にもつながるはずだ。迷宮から町に帰る手段として、アリアドネの糸は必需品。持っていくのを忘れないようくれぐれも注意したまえ。備えあれば憂いなし。パーティーや戦術に合わせて必要な武具やアイテムを揃えるといいだろう。準備ができたらいざ出発だ。世界中の迷宮は未知のダンジョン。君の手で地図を書き残すことが攻略の鍵だ。迷宮には何度も行き来することになる。床や壁のほか、アイコンを使って階段や扉など目印となるものを積極的に地図に記録したまえ。またメモを使えばより詳細な情報を残すことができる。地図を書くのが初めての冒険者も、踏破した床や壁が自動で記録されるオートマッピング機能を使えば安心して探索ができるだろう。さらに迷宮には抜け道や宝箱など、冒険者の助けとなるもの以外に、落とし穴、ダメージを受ける床など探索を妨害する仕掛けや罠も存在する。君が書く地図こそが冒険の命綱。見つけたものをこまめに書き残し、じっくりと迷宮を探索していくことだ。迷宮を進む上で戦闘は避けられない。迷宮を歩くとエンカウントゲージの色が変化していく。赤色になったらモンスターが襲ってくる合図。戦いに備えたまえ。モンスターには弱点と耐性がある。弱点をつけばより大きなダメージを与えられる。逆に耐性のある行動は効き目が薄くなってしまう。モンスターの弱点や耐性を把握しておくことが勝利の秘訣だ。状態異常や V 封じは敵の行動を大きく妨害できるため非常に強力。ただしモンスターも使用してくるので、スキルやアイテムでの対策が必須だ。迷宮にはFOE と呼ばれる危険なモンスターも徘徊している。
生半可な力では到底太刀打ちできない強敵で、見つかると戦闘中でも関係なく襲いかかってくるものも。十分な力をつけるまでは戦いを避けるのも生き残るテクニック。町に戻ればいつでも難易度の変更が可能。君はピクニックやベーシックで気軽に冒険してもいいし、歴戦の冒険者が挑んだエキスパートで常に生きるか死ぬかの緊張感を味わってもいい。生還することが冒険者にとっては何よりも肝心。戦いに挑むのか一旦引くのか、全ての命運は君の判断にかかっている。君だけのパーティーを編成し、君だけの地図を描き、君だけの戦略で困難に立ち向かう。どんな冒険になるかは全て君次第。世界樹の迷宮はどのタイトルから始めても楽しめる。心の赴くまま自由に冒険を楽しんでほしい。世界樹の迷宮1、2、3 HD リマスター2023年6月1日発売。